ウィークリー、声の架け橋。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、秋の香りです。さて、現在、新型コロナウイルス感染症が世界中で流行しています。どうか日頃から、新型コロナウイルスへの感染防止の意識を高めて、お過ごしください。 それでは今週もウィークリー声の架け橋をお楽しみくださいさあ今週は区内を代表する老舗をご紹介する老舗巡りをお届けします果たして今回の老舗はどんな店でしょうかお楽しみにウィークリー声の架け橋この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします そしてこんにちは秋の香りです今週は区内を代表する老舗をご紹介する老舗巡りをお届けします今回お話をお聞きしたのは日本橋に店を構える江戸組紐の老舗龍工坊ですお店の歴史や商品に込めた思いなどいろいろと伺いましたそれでは早速レポートをお聞きください 皆さんこんにちはリポーターの新宮志保ですえ私は今日本橋富沢町に来ています今回の老舗巡りは下町情緒を色濃く残す地域ここ富沢町にお店を構える組紐の老舗流工房をご紹介いたします色鮮やかな組紐のお話や町との関わりなどいろいろと伺ってまいりますどうぞ最後までお楽しみください さてここからのお話は株式会社流工房代表取締役の福田隆さんです福田さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願い申し上げますまずはこちらのお店の歴史から伺っていきましょう、はい、創業は何年になるんですか、はい、組紐を専業といたします、えー、メーカーどんやでありまして、えー、江戸は東京日本橋におきまして、えー、昨年の11月で 131年目を迎えました131年目、はい、今日はその組紐について詳しく伺っていくんですがまずこのこちらのお店の名前龍工房、はい、こちらどういう意味があってつけられたんでしょうか龍というのはあの私の父が、えーまあ、辰年であったということそして、えー、雲の上に上に向かっていく姿勢というのが好きなようでそ,のそれにちなみまして龍、えー、で 手前どもでは専業にものづくりをする工房であるということから流行棒の名前がついいたと聞いておりますそれで、流工房と、はい、主にやられているのがその組紐ということなんですが、はい、そもそも組紐というのはどういったものなんでしょうか。はい えー、組紐というのはあの織物との差から見ていただくと一番わかりいいのですが、えー、組織が斜め斜めに組み上げていく一目一目を組み上げていくものを組紐と呼びます、えー、か細い絹糸の細い細い糸が束になりそれが、えー、組玉で組まれていくで、それが伸縮性を培うというようなことで 組紐ということが成立しておりますあの今はこちらの会社にお邪魔をしているんですけれどもその組紐を組んでいく組台っていうんでしょうかこちらが目の前にもあるんですけれども、はい、ご紹介いただけますか、はいはい、えー、江戸組紐で一番象徴されるのが、えー、丸台という組台でございます、えー、組の円盤状の上腕の部分でクロスをしながら組んでいきます下に組紐が、えー、できていくという 組台そしてまた、えー、この天板の部分が四角い状態のもの、えー、それこちらにございますが、えー、<ー>これが角台、えー、と申します、えー、とその後ろにありますのが、えー、綾竹台あのいわゆる、えー、爪が出てましてそこでクロスをさせながら組んでいくちょっと織物に近いような組台<ー>そしてあとこの後ろにございます、えー、これが高台という台です。 ヘラで叩きながら組んでいく高台、まあ、この4つがメインになる組み台かと思われますそうですかおなじみのものでいうと丸台になるんですかねそうですねあの江戸組紐ひもというとやはり丸台があの一番象徴的かと思います、えー、上の部分の丸い板に板のところに中に穴が開いていて、はい、そこにこう組紐ひもを通していってで下にぶら下がっているのがこう駒のようなものなんですけどではい。 えー、これが、あのー、糸を巻きつけてありましてあの意外にあの重たいんですよで組むときに音があ<ー>こんなような音を鳴らしながら組んできますこれ今かなりの本数この玉がついてると思うんですが、はい、今ついてるもので何本ぐらいあ、あのー、この玉、えー、今は24玉ついております。多いものですとと玉玉がか あのー、この天板の円盤の部分に、えー、糸が並べられる数の限界かなというふうに思いますそうですか、はい、これを組んでいって出来上がるものが組紐ということなんですが、はい、私たちにとってこう身近な組紐を使ったものでいうとどういったものが定番のものなんでしょうか呉、はいあのー、服の方の世界になろうかと思いますけども和装小物である帯締めそれが組紐でございます。 帯締め、はい、あれが組紐の一つということなんですね。はい、あの着物を着られる方はわかるかと思うんですが、確かにこの伸縮性のこう強さっていうところがポイントかなと。よくお分かりでありがたいね。思います,いですけれども、あの組紐というのはあの江戸時代以降、あの帯締めに使われることが多くなりました。えー、あの亀戸天満宮のお太鼓橋ができた当時に、芸者深川芸者さんがいわゆる帯をお太鼓結びをしまして、その時に 帯締めを使うとのえそれはあの帯が落っこちんようにえ組紐の伸縮性を生かし、はい、そして、いわゆる色のポイントを作るために帯締めというものが組紐で作られるようになったようでございますそうですか、はい、まあそんな歴史から今、その組紐というものをアレンジして現代版といいましょうかさまざまな商品も作られているということでここからはいろいろと伺っていきたいと思います。 まずこのアレンジ商品でいうとどういったものがあるんでしょうかもういい質問していただいてありがたいですが、あのー、実はあの私はあのーえー、伝統技術継承において伝統は変えるべきではないというのが信念でございましたただ息子が入社とともにやはり今使っていただけるものを作らないと伝統技術は生き残れんというふうに感じました<ー>それで現在、えー、着物の帯締め以外に使う組紐を作ろうと。 江戸の域江戸の技術を進化させていこうということで、えー、いろんな種類の組紐を手掛けております例えばどういったものがあるんですかね,これね,あのね息子に喋らせた方が良いのですがね、あのー、息子がすべて開発の方は取り組んでおります<ー>え、まあ、新しい人が考えていかないとこういうのはできてこないと思うんですけども、はいえー、組紐によるブレスレットブレスレット組紐のストラップうーんえ またチャームであったりネックストラップであったり、えー、ポシェットであったり、えー、あとは組み、えー、組紐の漆が、えー、施されたペンであったり、えー、あとは傘という傘にまで組紐を使っていこうということでごございいますすごいですでねあの、はい、今、目の前にいろいろとあるんですけれどもまず私が気になったのは、はい、こちら。これは あのポーチというふうに言うんでしょうかね、ああこれは組の組紐のポーチでございますね小物入れになってるんですが、す上にはのチャックがついていて、はい、いわゆるその皆さんの、のカバンの中に入れるポーチの形を、はい、想像していただいていいかなと思うんですが。はいはい この素材ポーチの素材部分に組紐が使われていると。はい、そうですね。あのー、組紐っていうと帯締めを想像すると、えー、全然違うものになるかと思うんですが。帯締め細いですもんね。そうなんです。でこれはあの、えー、復元という領域にも関わるんですが。えー 昔の奈良正倉院放物殿に奉納されております聖徳太子の側帯に使われた幅広の薄くて幅の広い組紐を我々はあは開発組紐を復元していくことができるということからこの組紐ポーチを作らさせていただきました。そうななんですあの帯締めに比べるとかなり幅が広い、はい どのくらいあるんでしょうか20センチそうはすね、まあ、18センチぐらいございま,しょうかありますよね、はい、そういった幅広のものを使ったポーチがあったり、はい、あとはですね、えー、これストラップ、はい、こちらは これはあの携帯につけましたりあとお財布につけたりということであのいろいろ贈り物にもご愛顧いただいているお知らでございますこれはいわゆるこう組紐のその紐を想像していただくといいかなと思うんですがちょうどね中がちょっとあの真ん中の部分がこう<ー>なん,てうんですか嬉しいですお感性が豊かだねありがとう <laughs> あのねあのこれはねあの帯締めを締めているあの着物姿に帯締めを締めている結び目をイメージして<ー> さをつけまして、えー、組紐ストラップを作らさせていただいておりますあの帯締めの真ん中の部分をキュッと締める時のこれなんかちょっと縁起が良さそうですよね,ねあのね糸組紐はすは全て材料糸ですけどね、うん、糸編がつきますで人と人を結びあう結び紐ということで命名させていただいております ですか本当にさまざまな、ね、時代に合わせた商品も作ってらっしゃるということなんですがこのストラップ、まあ、長さでいうとこちらも2 0ンチぐらいこの長さが、えー、あるものなんですけれどもこのストラップ1つを作るのにどののくらいの時間がかかかるんででしょうかそうそ、ねえー、まあ組紐自体でこれだけであの考えれば。 えー、30分からそこらでできるかとは思いますけどもただただこれにおいては、はい、職人が準備あのいろんな商品というのは準備に時間がかかります。すね、組むまでの時間が8割そして組むのは2割と組む時間は2割と言われてますのでああじゃあ準備工程の方がかなりかかると、はい、いうことなんですね。そすはい、今その職人さんという 話がありましたが、はい、職人の方たちもなかなかこう現代に残っている方たち少なくなってきているのかなと思いますがあ、はいあのー、実申しますと、あのー、私どもの後ろには職人が50人ほどいてくれていますそうですか、はいであのー。私の時代にはやはりおじいさんおばあさんが多くございますけども、えー、息子を支える職人たちも今現在活動してくれておりますじゃあそういった方々の支えもあってということになるんですね さあこのストラップにはですね江戸組というふうに書かれてある紙が貼ってあるんですがこの江戸組ということは東京都また関西とで違う組み方があるということなんですかいい質問ですあのありがとうございます、えー、この携帯ストラップはあの組が江戸組という組み方でもございます呼び名が はい、あのー、八つ組なんですけども、えー、特に、えー、江戸・東京においては丸大拡大がとても得意です、うん、ですのでその組大で組み上がるもので象徴されるものが、えー、八つ組であり四つ組でありというところもございましたで江戸組という名前が明明されておりますあ関西で言うとじゃあまた違うんですね。そうでですねでまたあのーえーえー 手前どものは江戸組紐と呼ばれております。東京江戸組紐で、その私自身が東京都の伝統工芸師東京マイスターと、えー、現代の名工に選んでいただきましたが、えー、まあ、組紐というと、やはり江戸の組み方というと、あの関西との差がいろいろございます。はい、じゃその辺もこう探っていくと面白そうですよね。そうですね。あの江戸はね、粋がモットーでね、やっぱり細い紐で。 キリッとした色を染めるということが江戸組の特徴になっておりますじゃあそのあたりでもこう江戸の文化の歴史芸術の歴史というところを組紐から組み取ることもできるとそうですねあのいわゆるお客様によって育てられるという風うに父が申しておりましたが手前どもは実は、えー、中国のど真ん中のね歌舞伎の俳優さんやあと落語家さんいろいろそういう息を 追求なさる方々がお客様に多数いらっしゃいますんでねうんそういったものを作っていくということで専業が成り立っていいいくのかなという,ふうに思いますあのここまでのお話で福田さんのお父様や息子さんのお話がよく出てきていますけれども、はいはい、ここからは福田さんご自身についても伺っていきたいと思います。こののご商売にに携わってどのくらいになるんでしょうか あの年数数えたことございませんが、まあ、大学出てからずっと組紐をやらせていただいております。すぐにお店に入られたんですか。いや、えー、実はですね、えー、大学はテニス部ですからテニスばっかりしてましたんで、<laughs> えー、ただあの私のおじきが。 えー、組紐、まあ、先祖代々でございまして、祖父、おじき、父、私というふうにつながってきましたが、えー、小さいときから組紐は見ておりましたし、また大学出たときに、えー、一冊の本に出会いまして、裏、え、千、ー、家の雑誌でございました、なごみという雑誌を見て、この業界に入ることを決めて、組の組紐の美しさというのに感銘をして、で復元ということに、えー、取り組みたいと思い、現在に至っているわけでございます。 そのご商売に対してそのやっぱりこうテニスに、ね、熱中していた大学を卒業した頃からいろいろと気持ち変わっているかと思いますけれども組紐はあは私にとって転職でございます。であの毎回、実は組の組紐に向き合うという時間においてはやはりあのもっといいもの えー、自分が作るものが毎回毎回前作よりもっと素敵なもの感銘を受けられるものを作ろうというような思いで向き合っております実はね、えー、この先ほど申し上げた丸台のこの丸い円盤部分、はい、これを職人の間で鏡と呼びます鏡鏡鏡です、はい、組目に全て心が出てしまうというふうに言われていますこれは師匠からの教えなのでやはり向き合う時はまっさらな気持ちで、えー、もっと いいものを組んだという気持ちを持ちながら、取り組まして向き合っております。です,ですからね、息子がね、組んでいる時に、あ、お前ここでなんかへんて、よからぬこと考えてたんじゃないの <laughs> って言って。組み替え、組み直させることすらございます。そうですか。はい、そんな息子さんが今、えー、次の代としていろいろとやられているということなんですが、息子さんの姿をご覧になっていて、福田さんはどんな風にいつも感じていらっしゃいますか。あ,あのー、私は。 伝統技術は変えてはいけないそして師匠の言ったことを全てを継承するのだという思いで来ましたしかしながら今だからこそ変えていかなければいけないものもたくさんあるのだと江戸の域は進化をさせて初めて生き残っていくことができると感じております。 さあそんな、えー、ご商売をされているこの町、日本橋富沢町について最後にこの町、こういうふうになっていってほしいという願いを聞かかせていただけますか実はあの富沢町で、えー、この4月から、えー、町会長を引き受けさせていただきました。 えーまあ、町会長として安心できるまちづくりそして、笑顔が絶えない、えーまあ、この富澤町は特に伝統というものが長いま、えー、でございますからみんなが笑顔で過ごせる安心なまちづくりに取り組んでまいりたいと思っておる次第です。 じゃあこれからも笑顔の絶えない街づくりそして江戸の息を受け継ぐそんな活動ぜひ頑張ってください、はい、さあここまでのお話は株式会社流行房代表取締役の福田隆さんでした、はい、ありがとうございました、えー、最後に えー、一つ締めさせていただきたいと存じますが、よろしい,ございますかこれは東京都中央区観光協会様も、えー、の中央区のプロジェクトという中で、標識プロジェクトということで、標識がオリジナルで作られております。江戸組紐でつながれた日本の樫の木を叩くということなんですけども、えー、何でも標識で始まり、標識で終わるという江戸の文化がございますので、これで締めさせていただきたいと思います。お お願いします。ご一緒にいいですか？はいもちろんです。皆さんのご検証とご多幸祈りして、よー。<お>ありがとうございました。どうもありがとうございました。福田さんインタビューにご協力いただきありがとうございました。番組ではこれからもいろいろなお店にお話を伺っていきます。お楽しみに。